はい、えー、粉本商店へようこそ本日は売り切れ続出、超人気商品のご紹介になりますこんにちは、粉本チャンネル、コナキチですえ今日はですね、サインハウスさんから出たポケッタブル高圧洗浄機、スパイサーのご紹介でございますこちらの商品なんですけども今ネットでもほとんど 売り切れで購入できないぐらい人気になってるんですねえ、実際7月に発売開始したんですけども、うん、ほぼそれと同時にね一気に売り切れてしまってなかなか手に入らないものなんですよね私の方は実店舗ですね南海部品さんにたまたま置いてあったのを一つゲットして購入できたということでねすごくラッキーだったんですけどもえー、こちらねすごく今人気がありますえー、商品の方はね こちらになりまのね箱から開ける、ね、感動を皆さんと一緒にね味わおうかなと思いましてちょっとこれから開けていこうと思います、えー、その開けてる最中にこちらのスパイサーの特徴の方をご紹介していこうと思いますまずですね特徴が3つ小型手軽静音ですね とということで小型ということになりますけれどもちょうどですね8インチタブレット iPadmini とかねそれぐらいとだいたい同じぐらいのサイズになるかと思います。で重さが 800g ということで 1kg 切っててねかなり軽いんですよね。ということでもう結構ね今までの高圧洗浄機ってでかくて重いっていうのがね結構。 多かったと思うんですねすごいパワーはあるんですけどもなかなかねあの気楽に使うっていうことができなかったと、えー、そちらのね欠点を解消したのがこちらの商品になりますそしてなんとねこの小型のボディの中に 3000mAh のバッテリーを内蔵してるんですねということはですね外に行っても使えるということなんですよでもね外に行っても水道の施設がないと使えないんだったら ちょっと片手落ちですよねこれはですねなんとバケツから水を汲み取ってそれを高圧洗浄できるというね画期的なもんですねなのでバケツと水とこのスパイサーがあれば洗車ができちゃうんですよね <laughs> いろんなところでということで私はねなぜこれを購入したかというと例えばね林道に行った時にあの泥だらけになっちゃうじゃないですか 今まではそのドロドロのまま洗車場に向かったんですよねそして洗車場に行ってでもね疲れちゃうと洗車場にもやらず家帰っちゃうんですよそうすると1週間大体ドロドロのまま置きっぱなしになってしまってちょっと見栄えが悪いんですけどもそういった時でも林道のねちょっとしたね、えー、邪魔にならないスペースでちょっとドロを落とすことができるんじゃないかなと思ってね購入しました大体ね 1>, 1ヶ月にね5回か6回ぐらい洗車場行くんですよそうするとだいたいです、ね、4 5四五千円ぐらい使っちゃうんで、まあ、これがね23ヶ月で元が取れるんじゃないかなと思って購入したんですけども本当にね、えー、すごくね期待してますそしてねあのバイクをね車で積んでいく方もいらっしゃいますよねそのの方もドロドロロまま車に積むよりはこういったあの ポケッタブル高圧洗浄機を持っていけばそのバイ車にバイクを積む前にちちゃゃゃっとと、ね、と泥汚れを落とせていいいいんじゃないかなか思います、まあ、これは、ね、今、ね、私は、ね、バイク乗ってるからそういったあの使い方がちょっとパッと浮かんだんですけども、まあ、要するにどこでも使えるってことなので例えばあのバルコーニーの装置とかお風呂場でもそうですよね。 えー、網戸の掃除なんかもすすすごく使いやすいいいやんじゃないかと思います何にしてもね軽くてね取り回しがいいので非常にいいかと思うんですけれどももう一つね面白い特徴があってなんとねペットボトルをね直接ねつなげることができるんですよ。そうするとペットボトボルのの水からあのー 噴射あの水を供給して噴射できますので本当にアウトドアとかでも本当に簡単に気楽にね泥汚れを落としたりとかねできるんじゃないかなと思います。まあ、要するにコンセントも、まあ、水道の施設も必要ないと、えー、そして軽いとペットボトルの水も使えるということですね。で えー、パワーの方なんですけどもおそらくね通常の高圧洗浄機よりも若干落としてると思うんですよ。えというのはねバイクで使うことを目指して開発しておりますのであんまり水圧高いと電走系にねちょっとね不具合が生じる可能性があるのでその分ね若干落としてると思うんですよね、えー。圧力の調整の方は3段階あるみたいですね。強中・弱と いう形になります、まあ、これはね後で使ってみてどんな感じなのかねちょっと確認していこうと思うんですけどもあとねノズルのね噴射パターンが5パターンあるそうです、えー、0度20度20度傾斜40度シャワーですね、えー、ということでなりますでこういった小さな えー、ガジェットって結構音うるさいいじゃないですか、えー、私の使っている電動空気でも結構音うるさいんですよ。でこちらの方はね静音設計ということで約、ね、70dB ということで、まあ、通常のドライヤーが 80dB ぐらいなので、まあ、それよりもねかなり静かになっておりますので場所を選べないんじゃないかなと思います。そしてこういうバッテリーで駆動するものっていうと。 充電時間とか、えー、使用時間って気になるじゃないですかで充電時間の方は約4時間なんですねでこれはおそらくねバッテリーを、えー、保護するためにクイックチャージには対応してないですね、えー、2アンペア以下推奨となっておりますので急速充電の方には対応してないということなんですけどもまあ4時間で満充電になれば まあ,まあいいんじゃないですかね、そもそもしょっちゅうしょっちゅう使うもんではないかと思いますので、えー、そして使用時間ですね、えー、ノズルを0度、一番強い圧力が出るノズルにして、えー、パワーも強にするした場合、えー、約14分が使えるそうです。で、一番ね、えー、弱い弱、えー、のシャワーノズル、こちらにすると約30分使えるということなので、まあ、私がね、洗車場に行って、 バイクを洗うときって、だいたい洗車時間の,あのシャンプーの洗車時間をの除いて7分ぐらい使ってるんですよね。なので十分使えると思うんです、14分使えればいいんじゃないかなと思ってます。えー、ということでね、こんな感じでちょっとご説明していこうと思います。駐輪場に来ました、バイクはね、そんなに汚れてないんですけど、こんな状況です。 オフロードを走ってて日間放置した感じですすねこびりついてますちなみにポケットブルということなので強引にポケットリーに入れてみましたまあ一応入らないこともないかなと思ってますはいそれではペットボトルにつけて使ってみましょう それほどないんですけども十分汚れ落ちしてますよねこれだったらまあバイクにはちょうどいいんじゃないかなと思います という間に2リットルの水がなくなってしまいました。ちょっと2リットルでバイクを洗車するのは難しそうですね。バケツの水に切り替えます。バケツにはちょうどねクリップがあってホースが抜けないような感じになってます。 バケツの水もなくなってしまいました。はい、というわけでね、スパイサー使ってきました。えっ、ー、とね、うん、正直な感想なんですけど、まずね、えー、水量、水流、圧力の方なんですけども、まあ、通常の高圧洗浄機と同じと思っていると、愕骇することになるんですけども。 えと十分ねバイクの泥汚れを落とすことはできましたなので、えー、よくね高圧洗浄機で、えー、バルコニーの目地をねこうバーってやってる姿あると思うんですけどもあれにはちょっと難しいかなと思いますけどまああのオフロードバイクで林道行った時にちょっとした泥汚れを落とすのにはかなり有効じゃないかなと思いましたあとね、まあ、無理すれば一応 ポケットに入ったったていうことですね。まあ、でもこの形だったら拳銃のホルスターかなんかうまく改造すれば使えるかもしれないです。で、えー、と使ってみた感想なんですけどうんどうだろう使いやすかったのがこの20度っていう感じかな0度の場合は本当に一直線に水が出るので、まあ、特にピンポイントでやる。 いいのかなと思うんですけど20度でも十分ね泥汚れ落とせたんですよねなんでこれが使えるということですねあと水の量ですねさすがにね2リットルのペットボトルだとバイク1台ちょっと泥汚れの場合きっついかなと思いますまあ、えー、なんかね水が汲める施設があればいいのかなペットボトルと2リットルだと無理だけどバケツ一杯、えー うーんどうだろう8リッターぐらいのバケツだと2杯分ぐらいあれば、まあ、通常の洗車もできるかなと思います使い方としては、まあ、林道の最後の時にちょっとした泥汚れを落として、えー、家に帰る、えー、そして洗車の時はですね、えー、とバケツ2杯分ぐらい使ってやれれば多分ちゃんときれいになるんじゃないかなと思います、まあ、ただねまあ私の場合 林道行って泥だらけにしちゃうので、まあ、その泥だらけのままマンションの駐輪場で洗うことはちょっとむ難しいですね今日はねたまたまねそんなにバイク汚れてなかったんで、えー、駐輪場で洗っちゃいましたけど、まあ、通常の泥ドロ,ドロの時はねやっぱり洗車場に行かなきゃいけないかなと思いますでもこれねいいと思うんですよね今使った感じ全然バッテリーもね持ちますしねここに一応なんかスイッチを入れるとスイッチっていうかこれ作動すると インジケータータんですよねこれ多分バッテリーのインジケーターだと思うんですけどあこれか強弱かこれあそんなのあったねそういえばね、えー、あんまり調べてなかったはいということでスパイサーこれね誰かねあの林道仲間にね1台1人持ってればねすごい使いやすいかなと思いますちなみにこちらのねこういうふうな形でできますんでということで、えー、サインハウスさんから出ましたポケッタブル 高圧洗浄機スパイサーのご紹介でございましたご視聴ありがとうございます